お菓子を食べていただいたんですけど、その流れでちょっともう一個ちょっと皆さんに見ていただきたいというか、今インドネシアにアイドルっていうものがなかなかいなくて、 JKT48 さんがまあインドネシアで有名で、もうねその次ってなかなかいないんですよ。チェリーベルさんの少女コンプレックスがいるんですけど、なんか頻繁にテレビに出てとかじゃないんで、でも昔は結構来たんですよ。僕が来る前ぐらいですかねに、なんかちょっとアイドルが流行った時期があって、多分その時にちょうど K-POP とかなんかそういうのが流行ってた時代にインドネシアにもそういう系のアイドルの方がいて、ちょっと今日はそのアイドルの人たちの PV をちょっと見ていただいて、ちょっとコメントしていただければ、はい、もう本当に思ったことを言っていただいて、ありました、ダセーならダセーと楽しみです。最初ちょっと僕のおすすめのアイドルでセブンアイコンさん、セブンアイコン女性アイドルの方なんですけど、じゃあちょっと見てみます。セブンアイコンさん、メガネをかけてる。あ、すごい。あ、でもアメリカのドラマみたいな。確かに。もう脱いだメガネ。あ、すごいすごい。あ、コンセプトはスクールで風が強い。風が強いやつだからね。ちょっと斜め気になってます。ちょっと出てます。あ、衣装チェンジ多いね。でもあ、それこれあのインドネシアのワイプ。あ、でも曲はちょっと K-POP っぽいですよね。はい、あ、いい曲ですね。ありがとうございます。あ、すごい。あ、すごい。キャッチーすごい、すごい。強い女性の。メガネ。メガネの。意味わかんない。かじるとメガネ。外してみてよ。ドキドキ。意味わかんない。かじるとメガネしか入ってこない。いや、曲めっちゃいいですよ。いいですよね。頭に残る。はい。なんか、どっかで聞いたことあるような。そうね。人気だったんですか？この時はもうめちゃめちゃ人気だったらしくて、テレビとかも全然人気だった。その時メガネしてたんです。メガネしてたんです。テレビだけじゃないんですか？なんかそのインドネシアの中でセクシーなアイドルみたいな、多分メガネも多分そのイメージでつけてると思うんですよ。多分今のインドネシアのテレビだとこの衣装とか多分ダメです。ダメなんですか？セクシーすぎてモザイクがかかる。あ、そう。モザイク結構厳しい。はい、厳しいです。セクシーすぎる。あの、確かダンス、ダンスの。これダンス、フレーズ。なんかでも、ちょっと癖になります。ちょっと癖になるよね。ちょっと見ちゃいたいもん。紫のやつ気になる。腰元の締め腰じゃない、これ。中毒性がある、紫の人。ちょっと変わった。選択あった。ダンスのクオリティとかもなんか親しみやすくていいです。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 あ、僕好きですね。簡単だね。覚えやすい。みんな真似できるよ。あ、いいですね。セブンアイコンさんのプレイボール。プレイボール。いや、いいですよね。いいですよね。いや、でも本当にもう今絶対見れないというか、この間ブラックピンクさんがなんかインドネシアの CM とか出られてたんですけど、その服がセクシーすぎて途中から打ち切りになったっていうので、この時代はめちゃめちゃ多かった。これ覚えてる。これはいいですね。すぐ一回で覚えれる。
これはもう本当インドネシアで一番有名な男性アイドル、卒業した人がもう今テレビの MC とかやられてるんで、名前はスマッシュさんです。おマッシュさん、 I hear you かな。イケメン、イケメン、イケメン、かっこいいドローンかな。あ、お、すごい寝てる。お、すごい。あ、すごい、すごい、すごいみたいに、すごい。おおおお、今多分もう30ちょいぐらいだと思います。ちょっとなんかスーパージュニア、あ、そうですね、ちょっと感じが、はい、しますね。かっこいい、いけない、かっこいい。でも本当もうお客さんキャーキャーみたいな感じで、すごい、ボディガンみたいな、かわいい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 、もうインドネシアのスマップ、ああだからスマッシュやっちゃってました。時代感じましたね。ちょっとカット割りというか、確かに。でこれは本当にもう一番人気のアイドルだったんで、へえ。じゃあ次はですね、女性アイドルグループで多分その時多分一番有名だったと思います。おお、一番チェリーベルさん、女性アイドルです。あ、もうすごい、え、めっちゃ、え、めっちゃいいじゃない。さっきの急に、ね、セゾンアイコンさんとはちょっと違った、うん、めっちゃいっぱいいますね。うん、7人おるの、7、8、お、いい曲、めちゃくちゃ正統派な正統派正純な愛だよね。これメガネかけてないです。メガネかけてない。時代はこれかわいい、ね、そうですもんね。ね、風もないし、いい感じですね。ゆっくりな感じでいいですね、なんかね、僕は。フォローしてる。絶対違う、絶対違う、個性が、個性だな。あ、え、すごい悲しそう、なんか少女時代的な感じかな。そうですね、 G みたいな、ちょっと感じられたら DV が、あ、カラフルな、なんかしょうがない、ほとんどがもうママですね、今。あー、そうなんですね。あ、すごい、あ、すごい、すごい、めっちゃ揃ってますね、男子とか。なんか雰囲気すごい、うん、僕好きですね、うん、こういうの。さっきの左の子は一時期吉本にいました。え、そうなんですか。いや、僕はこれ抜けて一回吉本に入って、この子は日本 の、 あのカラオケ大会の歌姫コンテストで決勝に残ってました。めちゃくちゃ上手なんですよね。インドネシアの方って歌上手な方多くないですか。多いです、うん、皆さん多いです。指名はいますか。指名
最高峰です。なんかさっきほどなんかインパクトがバキッ。前がね目つけてないもんそうなんだよ、インパクトがね双子って言いたいのも分かんないさっきの同じ髪型の人気でどうですか、腰面どうですか。いやなんかだから一人がうってことないあのさっきとすごいあのアイドル好きなんで、あ、そうなんですね。そです僕そうじゃん、アイドルめちゃめちゃ見てない押せますか、このアイドルは。どうって押しなんかずっと途中のメロディーが確かにアイドルの PV ではあんまないなんか長いなって思っちゃうんですよ。ちょっとこれ欲しいちょっとこれ欲しいくなる感じ。刺激がちょっとないかもしれないですね。風も全然吹いてない風も吹いてない風もないし見るっていうことは間違いない優しい優しい優しい曲です。次あの男性2人組2人組短いでもちょっと昔の方なんですか。これはでもそんな昔じゃないです。あ、そうですね。おかっこいい、かっこいい、かっこいい。でもカメラがなんかちょっと PV っぽくない。でなんかねあのあれ、ちょっと待って、姿勢がすごい、自習感がすごいですよね。あれで、ちょっと気づいたんだけど、金髪の方がなんか見覚える顔になった。そうですか。これ、あれなんかちょっと、えあれなんか、見覚えある。どうぞ。うん、あれ完全にやってるわ、これこれやってる。やばい、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 すごいなぁ。すごい、すごい、街中で撮ってるこれ、ゆりさんじゃないですか。え、これ、これでいいのかな。いや、これ違う、見と違うか。違うんじゃない。え、違うね。完全にこれ、これ、なんだろう。ゆりさん楽しそう。なんか作ってる、なんか上げてる。あ、すごい、すごい。タンブラリンがインドネシアの食べ物があって、それ飲んだんじゃないかな。ああ、そういうこと。これ有名なんでしょ。これめちゃめちゃ有名です。今一番有名なんじゃない。これ売ってました。売ってました見ました。ああ、面白い。しかもわー、短い。ガキガキっていうアイドルで最近来てるらしいんです。激似でしたね。あ、似てますか。あれは時々言われて、あ、僕は結構押してて最初はこういきそうやったよ。お前誰や。イケメンだったね。え、こういう感じ。金髪の方が一番僕は。あ、本当ですか。うまく見たな。僕も推し名が金髪の方。それやってますね。質が悪いっすよ。質が、なんだこれ。足元ダサい。足元ダサい。カメラ1個で撮ってる。カメラ1個で撮ってる。今の時代なんでパスが。アイラインが面白い。次邪魔だよね。次被ってるね。それでし笑ってたの。急になんか隠してる場所が違う気がする。やめてない。頭切れてるし。何やってんだよ。何運んでるの。すごい。一生もないな。あ、すごい。誰方向性がないちょっとわかんない。あ、それじゃあさっき。うわ、うわ、すごい。見つけもなんかもうね、素人が考えてるやろこれ。あさぁ、なにこれ。遠い、迷惑されちゃうんじゃないか。誰も見てなかった。やらせてたくない。前やらせてたくない。前やらせてたくない。うわ、手作りちゃうこれ。うわ、うわ、うわ、
頑張って最後食べてくれれば、面白いと思って作ってるんですけど、なんだこいつら、あんま歌ってなかった。顔芸で行こうとしたから、ちょっとこれは有名じゃないんじゃない、これで有名なの。3回ぐらいの再生、そう確かに再生数ね。ちょっとこれで有名って言ったら、ちょっとインドネシアどうなってるんだろう。そうだね、誰もこれやってなかったもん。これ、うん、マジでね、プロではないよね。確かに、なんか子供がかわいそうだった。無理してた、うん、なんかかわいそう、ホームビデオ感としてかっこつけたのがウケるやつ。あ、そうだ、中学校は中学校。そうそうそう、ちょっとお願いしてるより長いな。ちょっとここまで言ってないけどな。なんか知らたほうや、ほんとにガムグルティ、ガムグルティや。オッケー、じゃあダラダラダラ、もうティラウサルンガ、ティラウサルンガ、ダダ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 ダ。ということで、アレクションさんの YouTube チャンネルも皆さん、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お願いします。で、まあ、エリセが終わっちゃって、次ね、まだ予定はないですもんね。そうですね、エリセにぜひ来てもらえるように皆さん応援しましょう、アレクションさんを。お願いします。お願いします。1、2、3、バイ、シューバー。